どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。さあ今日は取り組んでございます。新メが来ました。スイートティータイムの3時でございます。こちらのマスター初見で読みたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのザンパでございます。ザンパね、ザンパミホークザンパなんですけど、まあ、敵が青だったから、まあ、キロスさん、たしげさん、はい、あの属性相性を2倍にして、2倍ではないですよ、見たら 1.5 倍かな、残波と白紙という通常攻撃による属性相性の場合影響を大きくする 1.5 倍ということですね。で、ゾロさんが 1.75、 もうエンハンスばっかエンハンスばっかですけど、なるほどね、エンハンスばっかでございます。はい、こんな感じです。よし、ちょっとはあれ前使ったっけ俺、フェス現像なんかやってたじゃん、なんかで使ったよね、うん、ちょっといけるかなこれで。一体は倒さないといけない、そう、絶対一体は倒していかないとダメです。ダメ、はい、難しいね。難しい、ただいけんじゃないかなっていう勝手なね。なるほどね、敵が青だし、そういけると思う安直いきまーす。敵が青だしいけるかもっていう、その安直やべ、全員いたんでしょ、なんで今倒さなかったの俺なんで倒さなかったのかな、やろうな、いけるか、これいけるか、素晴らしい、あ、全然いけますね、うん、まあ、2.5 倍の 2.75 倍なの で、あ、ゾロ 2.75 倍だよね。え、もう一回言って5人以上の時は 2.5 倍ですね、うん、で、体力 1.5 倍にしますね、うん、で、前のターンに、倒していれば3倍ですよね、うん、違いましたっけ、合ってますよね、うん、はい、一応ちょっと確認をね、 2.5 倍なんだ、そう、あ、で、でも今はもう3倍だから、3倍と 2.5 倍倒してる、1人で 2.5 倍って強くない、だから、あ、強いですよ、体力も増えてるしね、そうですよ、純粋にただ強いって、そうだね、上手でったら強いやん、全然分かんない、もうね、いい強いとか、ね、全然分かんないゾロ目だよ、どういうこと、まあ、強いって言うの表現の仕方に独特すぎてちょっとごめん、ついていけない、最初に言ってた、最初たちはね問題ボスだよね、スイートティータイム系はボスが強いから厄介だよね、そう、いろんなパターンあるもんね、だからそこが、だから今回いけても次いけないみたいな時は多々ありますよね、同じパターンで飛んじゃうパターンですね、これターン稼いですか、これは稼いでおきましょう一応ね、うん、で、お肉を一応取りたいので、うん、ゾロはいいや、5か、しょうがない、あー、もうお肉一応取るね、じゃあお肉取って、お肉祭り、肉がすごいな、ゾロ欲しい、800ゾロ欲しい、もう、あ、今封印してたんだけど、ゾロ欲しいよく出ちゃった、やっぱり見ちゃうと出ちゃう、見てこれ、こっちで、これ俺持ったの間違えた見てね、うわぁ苦情を打った時、おぉ超か、切る時にこう巻くんだね、そうですよ、いつもってね、いいんだ、ゲームなんだからね、いいんだよそこそんなにほじくすごいね、いや、今すごいと思って、あ、ラッキー、ちょっとね、今ね、虹のちっちゃいペンギンと虹のヤドカリさんが欲しいんですよ、はい、はい、これで落ちて、はい、これで落ちるかな、おお、一番、でも、まあいいや、いいや、結果、ストックしてるという、そんな感じ、あ、ボンちゃん、おきげんよう、決めた、あっち回る、何、あ、なんだ、キュー、意味ねー意味ねー、はい、このパーティーでせっかく来たのに意味ねーマジ勝てないかな、そしたらまあ、やってみるか、え、勝てない率すげえ高くない、カエル揃えてる人を連れてきたのに、まさかの全然意味ないこれどうしよう、お肉で回復しようかな、一応、どんぐらいいけんだろう、あ、やっぱそう、ちょっと回復しつつ、回復しつつ削ろう、どんぐらい、あ、でもその、巻いた、巻いた、巻いた、うわー、なるほど、まあ、ちょっと回復しつつ、あ、違いますね、この前のことですね、お願いしますイエーイ、ちょっとマジで誰も意味ない、タシクしか意味ない、まあ、今言ってもしょうがないんだけど、初見はもう早くも思い出怪しいですよ、あ、まあそうだね、半分以下やばいかな、どうですか、あ、何もしてこない、 OKOK、
ただ今もう 2.5 倍なんですよ。あーしてくるんかい、怒るんかい。今 2.5 倍だからちょっとまずいですね。あーどうしよう、弱らしやばいかな。でもいけるかな、いけるかな、やばいかな、どうかな、普通だったかな。完全普通だった。あ、いいね、スロットいいですよ、これで倒しきりたい。まあしょうがない、まあスロット状況はいいよ、変えられなければ。さあどうなりますか。もうエンハンス勝手にかけられちゃったよ、早くもやばい。あ、いっぱいいる男の人たちが、いっぱいいるパーティーね。終わってでも来いんじゃない。まあ終わってるのよ、2回だけ殺技を許してる、2回だけ出せる。さあかとくんの店のみちゃん待っててね、遅延が効かない。1回で2回使えや。あー一応2回は使えるんですね。これはどうしましょうかね。とりあえず周りのキャラを倒さないと見本かな。とりあえず見本かな。で、ザコをうまく活用しないと3倍の効果がなくなってしまうので。ああなるほどね、難しいね。とりあえず見本使います。ザコ1ターンの人を倒します。で、スロット状況すごいいいので、タシ使いつつ30を見本、ザコを倒しつつ30を見本、こうだね。それで行ってみよう、当てるかな。はい、どんぐらい？あ、49万いいんじゃない、いけんじゃない。どうせ反則かけられないから、もうここで属性相性の攻撃、あの、2倍ですね。つまり、あれ、ワンパンいける？お願い、ワンパン行きたいです、ワンパン行きたい。だって属性相性もね、ゾロでまず緑に攻撃してよ、いいんじゃないの。お願いします、頼みます。お、素晴らしい、いけるかもしれん、これ。ただワンパン行きたい、ワンパン行きたい、来たんじゃない、しょー、もう変わったじゃん。あ、全然怖がらない、全然、全然怖がらない、全然怖がらない。はい、どんどんやってください、どんどんいくらでも来ていいんですよ。リバース、もっとリバースして。なんだ、あ、それはやめて、それはやめて、それはやめて。まだ勝ったっしょ、それはやめて、全部スロットだもん、やばいな、そうだ、まあ、2万5000万だから、まあ大丈夫でしょう。独裁者のあれがまだいいので、今のうちに技でこう、そうだね。はい。勝てるやん。いけるぞ。勝てるやん。いいよ。ああ、勝ったよ、まさかの初見で勝ったよ。ああやったー、メンツ全然外れだったけど、やったー。タシリが大活躍したら、だから、奇跡的に。スルッとかそれですかね。あ、そうだね。それだね。スルッと悪かったら負けてたね。でも誰がいいんだろう、これ。まあ、黒ひげとかゾロ持ってる人は多分それでいいんだろう。俺技の防ぎの一人もいないんですよ。技ね、そう、まあ普通にあれか、修行三次とかで普通にいけるかも。技の船長だったやりました。これなんか運だった気がするね、今完全に運で勝った気がする。やりました、ゲット。カニちゃんも、あの虹のカニちゃんありがたい、めっちゃハート。はい、36楽天ディアブルジャンブベイクドコンカス、あ、じゃあ、ベルジャンブコンカスセベイクドベイクドコンカス、美味しそうだ。敵一体に攻撃で順番に創設するみたいな、で、いったらで格闘タイプからの攻撃が、え、ちゅ、え、待って、え、ちゅ、ね、強いね、え、コアだよ、別に。というか、これ作りまず必須だな、私は。とジンゲーバーって言ったら興奮して基礎攻撃力が15、へえ、強いじゃん、強くないですか。やったー、これちょっと仕事をやりました、なんとかね。なんかもらえた、おもてなしがもらいました。はい、まさかのやったな、やった。そう、最近この攻撃あんま勝てないからね。あっさりあっさりいきました。やりました。はい、ごめんでした、今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう、またね。